ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回は現在 Amazon で販売されている格安のタブレットをご紹介したいと思います。そのタブレットは今画面に表示しているモデルで、メーカーは不明ですが、現在 Amazon で Get Better という販売店から販売されているモデルになります。まずはじめにスペックを紹介すると次のようになります。CPU は MediaTek の MTK6753、 RAM は 8GB で ROM は 256GB、ディスプレイは10.1インチ。解像度は 2560×1600 ドット。カメラは背面のアウトカメラが1300万画素。前面のインカメラは500万画素。バッテリーは 5000mAh で、OS は Android 8.1。そして、この動画を作成している時点での Amazon の販売価格が9999円と1万円を切る価格で販売されています。インターフェースとしては、USB 端子がマイクロ B になっており、イヤホン端子も搭載しています。CPU の MTK6753 はオクタコアではあるものの、アントツのベンチマークでは4万点いかないぐらいのスコアですので、決してハイスペックな CPU というわけではありません。ただ、1万円以下で買えるタブレットとしては珍しく、RAM は 8GB、ROM は 256GB も搭載されています。しかも、ディスプレイの解像度もとても高解像度になっていますので、電子書籍を読んだり、何かネットで調べ物をしたりするような用途であれば、文字をくっきり見ることができて使いやすいかと思います。また、タブレットとしては珍しく、背面のアウトカメラの横には LED フラッシュが搭載されています。そこまでタブレットで写真や動画を撮影する機会というのは多くないかもしれませんが、屋内など暗い場所で撮影する際はフラッシュがついている分使いやすいかと思います。よりハイスペックなタブレットが欲しいというのであれば、ファーウェイの上位モデルや iPad などを購入するのがいいかと思いますが、タブレットのためにそこまで高いお金は出せないというのであれば、このような安いタブレットの中から自分に合ったスペックのものを選択するというのもいいかと思います。ということで、今回は Amazon で販売されている格安タブレットをご紹介しました。なお、今回ご紹介した商品の販売ページのリンクについては動画の概要欄の方に貼っておきます。最新の在庫状況など気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。